はい、こんにちは、レトスノーノです。5月19日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。誰よりも3倍、4倍、5倍勉強するもの、それが天才だ。このように言ったのは、ノーベル生理学、医学賞の候補にも3度名前が挙がった野口英世さんです。天才と呼ばれる人のほとんどが、生まれながらにして天才だったわけじゃないんですね。生まれてきてからの努力によって、天才と呼ばれるくらいの実績を出しているんですね。私が好きなイチロー選手も並外れた努力をしていました。人並みの努力で並外れた成果を出している人の方が少ないです。結果を出している人のほとんどが他の人より努力しています。宅建試験の勉強も同じです。合格する人は不合格になる人よりも2倍も3倍も勉強しています。もちろん勉強量だけが合格の条件ではありません。しかし勉強量も重要なんですね。今日は勉強したな、よくやったなと自分自身を褒めてあげられるくらい頑張りましょう。そして短期集中実力アップ講座は明日の24時で値上げとなってしまいます。試験まで残り5ヶ月で合格力を身につけましょう。そのためにも理解をすることが重要です。実際この理解をすることができれば3ヶ月でも合格できます。弊社の短期講座の受講者様、7月中旬から受講して3ヶ月でその年一発合格しているって方も複数いらっしゃいます。その方々はこの理解というものを短期講座で身につけていただきました。なのであなたもこの理解を身につければ今年の合格十分目指せるっていうことなんですね。来年また勉強しないととなるのは本当に辛いですし、本当にめんどくさいです。1年間勉強するのは本当に大変です。そうならないためにも今からの5ヶ月間、この5ヶ月間で今年の合格を勝ち取りましょう。短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひそちらからご確認ください。あなたの受講お待ちしております。それでは本日の3問に入っていきます。 A が B に対して100万円の金銭債権を有し、 B が A に対して100万円の同種の債権を有する場合について、A の債権が時効によって消滅した場合、 A は B に対して相殺をすることができない丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは×ですね。相殺することができる場合もあります。なので誤りです。時効によって消滅した債権であっても、時効の完成前に相殺適場であれば債権者は相殺することができるんですね。まあ、このあたりは基本事項なんですけれども、丸暗記の方が多いです。しっかり理解しておかないと本試験の応用問題で失点してしまいますので、しっかり理解しておきましょう。で、受講者様はテキストの P74 ページご覧ください。このページに考え方が載ってますので、その考え方をちゃんと頭に入れていただければと思います。理解学習が合格への道です。しっかり理解しておきましょう。で、問い2ですね。A が借金の返済に充てるため、自己所有の宅地を10区画に区画割りして、不特定多数のものに反復継続して売却する場合、A は免許を受ける必要はない、丸か×かという問題です。これは、×ですね。免許を受ける必要があります。A は宅地を不特定多数のものに反復継続して売却をしています。これは宅地建物取引業を行っているってことですよね。よって A は免許が必要です。今回の問題文にある借金の返済に充てるためという目的、これについては何の関係もないんですね。目的は関係なくて、宅建業を行っていれば目的に関係なく免許が必要なんですね。免許が必要かどうかの問題については、どんな引っ掛け問題が出たとしても解けるようにしましょう。そのためには解き方、これをですね、理解する必要があります。解き方を覚える必要があります。その解き方については短期講座でお伝えいたします。で、問3です。市町村長は地区整備計画が定められた地区計画の区域内において地区計画に適合しない行為の届出があった場合には、届出をした者に対して届出にかかる行為に関し設計の変更その他の必要な措置を取ることを勧告することができる、丸か×かという問題です。答えは正しいですね。地区整備計画が定められている地区計画の区域内で土地の区画形質の変更や建物の建築などを行う場合、着手する日の30日前までに市町村長に届け出が必要ですよね。
そして届け出内容が地区計画に適合しないときは、市町村長は変更だったりとか、まあ、その他必要な措置を取るよう勧告することができます。まあ、よって正しいということですね。まあ、前半部分は、まあ、これまで勉強した内容で、まあ、後半部分については、まあ、少し考えてみたら当然だなって思いますよね。届け出内容が計画に適合しないわけなので、まあ、適合するようにしてくださいって勧告すると、まあ、いうことですね。まあ、それほど難しい内容ではないと思います。そして、初めにもお伝えをした通り、短期集中実用カップ講座は明日の24時で値上げとなってしまいます。理解をすれば今からでも今年の合格十分目指せますんで、今年絶対合格したいって方は短期講座ご検討ください。あなたの受講をお待ちしております。で、そもそも短期講座ってどういったものなんですかっていうご質問をよく受けます。なので、まあ、今回ね、あの動画にさせていただきました。短期集中実用学講座、短期講座の特徴なんですけれども、問題集だけで基礎から理解学習まで行える、これが短期講座の特徴なんですね。いわゆる短期間で実力を上げるための講座が短期講座なんですけども、その短期間でじゃあ合格力をつけるための元となっているのは何なのかって言ったら、この問題集なんですよ、実を言うと。これがですね、他の予備校だったりとか通信講座とは違う内容なんですよ。どういうことかというと、問題集の中に基礎的な内容から理解すべき内容まで含まれているっていう点なんですね。多くの教材っていうのが、その問題に対する解説だけしか載ってないんです。しかも理解すべきところは載ってなくて、ポイントしか載ってないから、自分自身で理解すべきところは調べなきゃいけないって話なんですね。で、それやってるとですね、時間が足らないわけですよ。調べるにも時間かかる。また多くの場合が、はじめに動画を見て講義を受けて、もしくはテキストを見て、で、その後問題解くんですよね。で、そういったやり方をしてたら、半年間の期間があったとしても、本試験まで間に合わないんですね。去年とか一昨年とか、この時期からね、予備校通ったりとか、通信講座を受けたりとかした方であればわかると思います。全然時間が足らないってことに気づくんですよ。だから弊社の短期講座っていうのは、そういったやり方はしてないんですね。受講していただいたからには、短期間で実力を上げていただいて、合格していただく。これが短期講座の目的なんで、短期間で実力を上げることができなかったら意味がないんですよ。じゃあ、その短期間で実力を上げるためには、できるだけ無駄を省いていかないといけないわけなんですね。そのために、弊社は問題を使いながら、基礎から理解学習までできるようにしたんですよ。で、これ、基礎から応用じゃないのかっていうと、もちろん応用も解けるようになります。で、これはですね、基礎をちゃんと理解できていて、理解学習を実践できるようになれば、応用問題も必然に解けるようになるんですね。だから、重要なのは基本的な部分と、ちゃんと理解学習をやるっていう、この二つなんですよ。で、それを問題集で行えるって話なんですね。じゃあ問題集がどういった内容になってるかっていうと、実はこの3つに支えられているんですよ。問題文の理解と具体例と関連ポイントです。これをうまく組み合わせながら問題集の解説を作っています。で、今回このですね、問題集がどういったものなのかっていうのを具体的にちょっとお見せいたします。ちょっと見づらいかもしれないんですけれども、例えばなんですが、ここの表ですね、これ大体ですね、問題集の解説に載ってるわけじゃなくて、大体テキストに載ってるんですよ。これどういった内容かっていうと、自己契約とか双方代理って言って、まあ代理の部分ですね、代理の部分で勉強する内容なんですけども、それが実は表になってここに記載されてるんですね。これは問題集の解説です。問題集の解説にもかかわらず、テキストのような内容が載ってるんですよ。で、実際、自己契約とか双方代理っていうのはこの上に載ってるんですね。で、これは問題を使いながら具体例を頭に入れていただけるようになってるんですよ。もちろんテキストで読むっていう方法もあるんですけども、実際、問題文を理解する力をつけていかないと、いつまで経っても点数って上がってこないんですね。多くの方がテキストを勉強して、法律の知識を頭に入れました。頭に入れたはいいにもかかわらず、実際の本試験になると解けない。で、これは問題文の理解ができていないからなんですね。だから、早い段階から問題文に触れるってことがすごく重要なんですよ。だから問題を使いながら、ここで基礎的な知識も一緒に頭に入れていきましょう。これが短期講座なんですね。で、今回で言うと、これ実は問題文自体が具体例になっているので、具体例をあえて出していません。具体例がなかったとしても、問題文が具体例だから、それを使っていけばそれで勉強できるって話なんですね。で、ここに表がある通り、この問題を解くだけだったら、ここの中の一部だけ分かっていたら解けちゃうんですよ。でも、それだけ勉強するのって非効率ですよね。
関連ポイントがあるのであれば、関連ポイントも一緒に覚えた方がいい。ということで、関連ポイントも入れてます。で、その中にもこういう具体例ですね。分かりづらいものについては具体例も入れてます。で、問題文が難しくなってくると、やはり問題文の状況理解、これをちゃんとやっていかないといけないので、ここにも書いてある通り、難しい内容については、まずはじめに、しっかり問題文を理解すること、問題文の状況を理解することが重要ですって書いてある通りですね。問題文の理解について図を使いながら書いてあるんですね。ここもそうですね。こことかは問題文だと分かりづらいから、まあ、3人登場人物がいるんですけども、A、B、C っていう風に名前をつけてですね、問題文を理解するといった感じにしております。で、まあ、次のページとかもそうですね。ここも問題文の理解、ここも問題文の理解、ここも問題文の理解。という感じで、問題文の理解の仕方を解説しています。またここもですね、表になってたりして、原則と例外を一緒にね、頭に入れましょう。関連ポイントですね。で、さらに続いては、これ具体例ですね。問題文に具体例がない場合っていうのは、具体例入れた方がいいので、具体例入れてます。ここも具体例、具体例ですね。で、ここも具体例、具体例、具体例、具体例です。まあ、こういった感じで具体例たくさん入れてます。これチラッと見ていただいてわかると思うんですけども、これ A4 1枚なんですね。で、ここも A4 1枚。だからこれで A3 なんですけれども、解説がこれ見ていただいてめちゃめちゃ長いんですよ。まあ、短いものもありますね。これ短いですけども、ここ長い。まあ、これも比較的、ここも比較的長いですよね。で、これっていうのはちゃんと理解してほしいから、問題文の理解から解説の理解までこう書いてあるんで、長くなっちゃってるんです。でもこれを順序立てて頭に入れていくことによってすごく実力ついてくるんですね。単にポイントだけ頭に入れたとしても一向に点数って伸びてこないんですよ。実力つかないんですね。ちゃんと使える知識にしていかないといけないから、このように詳しい解説にしております。なのでこの問題集の解説を使うだけでも相当実力って上がるんですよ。なので受講していただいてやることっていうのはすごく簡単で、問題文とこの解説っていうものをこう読み進めていくっていう流れなんですね。はじめは別に解かなくてもいいんですよ。解くというよりも読んで理解をしていくっていう作業をどんどんやっていくんです。ここが他の通信講座とか予備校とかとは違うと思います。問題を解いて解説を読むんじゃなくて、問題と解説を使いながら問題文を理解して法律を頭に入れていくっていうやり方をするんですね。だから問題文と解説、これが一つのテキスト代わりなんですよ、イメージとしては。で、これを続けることによって、基本的な知識っていうものが身について、さらに問題文の理解もできるようになってくるんですよね。そうすると実力がついてくる。合格するための力がついてくるんですよ。これが短期集中実力アップ講座なんですね。で、他の動画でもお伝えをしているんですけども、中卒の方で法律知識ゼロ、で元とび職の方、イメージしていただいて分かると思うんですけども、もうほとんど勉強だったらできないんですね。まあそもそも勉強を中学の時代もしてなかったと。そういった方でも3ヶ月、たった3ヶ月で一発で合格していただきました。つまり、やる気があったら今からであっても十分合格できるってことなんですね。今全然わからない方であったとしても、やる気があれば今年の合格できるんですよ。なんでもし、あなたが今年絶対合格したいっていうのであれば、一緒に勉強できたら嬉しいです。で、短期講座のお申し込みについては、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みいただければと思います。今からでも新たに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強して今年の合格目指しましょう。